はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。ここ最近ライブ配信にハマりつつありますね。チャンネル登録10万超えてながらですね、ライブ配信を僕によって実質初めてみたいな試みなんですね。まあ2年ぐらい前にちょこちょこっと試してみたことあるんですけども、回線の問題ですぐ止まったりして結構ストレスだったんですよね。ですのでまあライブもいいやと思って放置したんですけども、あれからかなりですね、まあ環境とかが改善されまして、ちょっとやってみたら、もうその、すぐ止まるっていうことですね、ほとんどなくって、全くなくてですね、スムーズにサクサクサクっていくんで、すごくね、楽しい感じですね。で、まあ、あのから自分でも見直してみるんですけども、まあ、よくぞ、まあね、こんなに喋れるもんだな、みたいな、自分で感心するところです。で、この、なんか感心するとか楽しいっていう気分がですね、過去にあったなと思って、すごく懐かしい思いも同時にしたんですね。で、一つ目の懐かしい思いってのは、あれは2018年のね、5月、6月ぐらいだと思うんですけども、岡山とかですね、ガーッとあの自転車で行きながら、で、岡山のですね、まあ人たちとすごく仲良くなったんですね。まあその中の一人に魅力のみこちゃんもいるわけですけども、ちょうどあの時に Facebook でライブ配信をしてたんですね。ただその時は参加者がまあ20名とか30名とかそんなにね多くはなかったわけですね。で、特にその岡山のメンバーを中心にめちゃくちゃ盛り上がっていまして、で、僕自身ね、あんまりその、自分が喋ってる姿を見るのが、まあ、好きじゃないというか、ほとんど見たことなかったんですけども、実際そのライブ配信してみました。で、ほとんどアドリブでやってます。で、それ一応アーカイブ化して、自分で後から見るわけですよ。その時にね、結構面白いじゃんみたいな、思ったんですよね。で、それがおそらく、まあ、YouTube をやろうという、直接的な動機になったんじゃないかなと思うわけです。で、もう一つ懐かしい思いっていうのが、まさにその YouTube を始めた2018年の8月とか9月か10月ですね。まだチャンネル登録は、まあ、100とか200とかそういう状況だったんですけども、あるコメントをいただいたんですよね。最近、こちらの動画に出会いましたと。めちゃくちゃ面白いです。すげえ期待してます。みたいなんですね。で、なんかね、YouTube に紛れ込んできた一元の視聴者さんからそういう風に言ってもらったのがめちゃくちゃ新鮮で嬉しかったんですよね。で、チャンネル登録こそは全然多くはなかったんだけども、もちろん再生数もね、1日100とか200とかだったんですけれども、なんかね、あ、これ、いけるんじゃないかと思ったんですよ。このままずっと続けていったら、すごい面白いことになるんじゃないかなというふうに感じまして、で、まあ、案の定ですね、あれから半年ぐらい経って、バッとバズって、まあ、なんとなく、YouTuber として認知されるようになったんじゃないかなと思います。で、まあ、ここ最近ですね、まあ、ご存知の人も多いと思いますけれども、あんまりチャンネル登録ね、伸びてないんですよね。というかですね、伸びたと思ったら、ブワーって解除されたりとか、まあ、解除される理由はですね、まあ、ご存知の人も結構いらっしゃると思いますけども、僕はね、割と自分の思ってることを素直に言いますんで、人に忖度せずですね、まあ、そういうところで、まあ、反発というかですね、あ、この人価値観合わないな、みたいなところで、まあ、離れて行く方がいらっしゃるのは、まあ、いたら仕方なしと思うんですけれども、まあ、内心ですね、なんとなくちょっと、凹んでなくはないわけですよ。まあ、ただですね、もうそのライブ配信を始めまして、なんか新しいフェーズに入って、これずっと続けていったら、まあ、ある種の、2チャンネル創設者のひろゆきさんのようにですね、なんか面白い動画になるんじゃないかなっていう、まあ自分ながらの期待があるわけですよ。ですので、まあまたですね、さっき言ったように、まあ2日に3日、1回はですね、ライブ配信ね、やっていきたいと思いますんで、まあお楽しみくださいませということです。もちろんアーカイブ化しますんで、後から見てもらえたらですね、楽しめると思います。僕ら、ね、ライブ配信のね、良さっていうのが僕にとってですよ。なんか最初事前に台本とかネタとか全く用意せずに、もう流れてきたコメントとかですね、思ったことを瞬間的にバー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 って喋れるわけですよ。ですんで前回撮ったのね、そのネアンデルタール人がどうたらこうたらっていうのは、あんまりその事前にテーマとしてセッティングするようなテーマではないわけですね。だけども、ライブ配信ですんで、まあ、ある種僕のスピリチュアル以外のいろんな、まあ、ネタみたいなことも、まあ、反射的に披露できますんで、それは、もちろん僕にとっても楽しい試みですし、見てる方も、なるほどと勉強になったりですね、新しい何か気づきになるんじゃないかなと思って、僕すごくね、ライブ配信いいなと思ってます。で、そのライブ配信いいなと思ったことっていうのは、僕にとってその48時間以内にすごいこと起こりますっていう一つのギフトだと思うわけですね。で、前回のまあ通常動画ではですね、48時間以内にすごいこと起こすんだということですね、ぜひまた概要欄に貼ってきますんで、見直してみてほしいと思うんですけども、まあその時にやっぱりいいこと探しましょうという
ていう基本的な話をした後にですね、まあ、ネガティブなことがね、どうしてもね、入ってくるということです。で、ネガティブ排除っていうね、まあ、すぐできればいいんですけども、なかなかね、まあ、入ってきたものに関してはもう仕方がないわけですよ。で、その時にやっぱりね、ネガティブさんありがとう。つまりネガティブさんっていうのは潜在意識さんですんで、自分を守ってくれて、今まで自分自身をね、生きながら来世てくれて、ありがとうみたいな感じですね。ネガティブさんありがとう、潜在意識さんありがとうって言ったらですね、潜在意識さん、ネガティブさんがね、おう、おう、おうっていうふうになんとなくその、認めてくれたっていう感じになってですね、だんだんその潜在意識さんとか、ネガティブさんと友好関係ですね、パートナーシップが結べるようになって、次々に進めるってことなんですね。ですので、ネガティブなことであろうが、ありがとうって言った瞬間に、おう、おうという感じで、全てがポジティブに転換されるということです。その結果、48時間以内にすごいことが起こる、もしくは起こせるんだって話なんですね。もちろん僕にとってですね、そのライブ配信の気づき以外にも、まあ、直接的ないろんなギフトですね、やっぱり48時間と言わずですね、僕ずーっともらってますんで、つまり僕はですね、まあ、48時間以内にすごいことが起こるっていうことは、別にそこで言ったから、はい、48時間以内っていうはですね、もう毎日毎日ずーっと48時間すげえことが起こってます。ですね、できればね、まあ、そういう感じでね、我々もね、行ってみたいなというふうに思うわけです。で、いくつかコメントいただきましたんで、目についたやつ、ちょっと紹介したいと思いますね。はい。48時間動画大好きです。おかげさまですごいことがたくさん起こりました。今回の動画をきっかけに、またまたすごいことを起こしたいと思います。Qさん、本当にありがとうございます。今から48時間以内に、私と皆さんにすごいことが起こります。ということですね。で、その次が、あの48時間動画、おそらく2年前に上げたやつと思いますけども、を見た翌日に、本当に奇跡みたいに出会いがあって、この度結婚しました。ゆうさん本当にありがとうということですね。おめでとうございます。で、あの、11件ぐらい返信があって、皆さんがですね、この祝福をしてるわけですね。これ祝福の舞という感じでやってるわけですよね。で、まあ次、今日も楽しい動画ありがとうございます。いえ、どういたしましてっていうことですんで、まああの、まあこういうですね、非常に喜ばしいコメントもたくさんいただきまして、僕自身もテンション上がりますし、で、このコメントを読んだ皆さんもおそらくすごくテンション上がって、なんかその、ああ、48時間以内にすげえこと起こりそうだな、という期待を持てるんじゃないかなと思います。で、前回のね、あの、ライブ配信の時に、たまたまなんですけども、あの、雲消しの話が出たわけですね。で、僕ね、あの、雲を消せるんですよ。で、雲を消せるんですよっていうと、まあそういう話にあまり、興味がないとかですね、まあ、いかがわしく思ってくれたらですね、まあ、なんだこいつやばいじゃないのかってね、まあ、言われるかもしれませんが、まあ、そのメカニズム、からくりはともかくですね、あの、雲を消せるっていう人結構多いですね。実際その、ライブ配信でその雲を消す話をした時に、コメント欄でもですね、いや、私も消せますよとかですね、すごいたくさんありました。で、まあ、今回のですね、このコメント欄のところにもですね、あ、私も雲消せますよっていっぱい続いてますし、Qさんの言われるやり方だったら、めちゃくちゃ消えましたっていう声もいただいてますね。まあ、一応ね、あの、ライブ配信のですね、アーカイブ見てもらったらいいと思いますけれども、まあ、結構1時間ぐらい長いんでですね、簡単にその雲の消し方を、まあ、こう説明しますとですね、まずですね、あの、消せそうな雲を探すんです。これがミソなんですよね。消せそうな雲を探すんです。で、雲を探して、で、雲よ、消えろ、消えろ、消えろっていうふうにですね、命令しても、まあ、それできなくないんですけども、もっといい方は、雲が消えました、ありがとう、雲が消えました、ありがとう、あの雲が消えました、ありがとうっていうふうに、まず念じるんですよ。で、よかったらこういうふうにですね、手をかざして、なんか波動を送るような感じすると、すごくイメージがつきやすいですね。だから、雲さん、消えました、雲が消えました、ありがとうございますってことで、ずーっとやってるんですね。だんだん雲がね、薄くなっていくんですよ。で、薄くなり始めたところで、いいっすね、いいっすね、いいっす、そうそうそう、そのまま、そうそうそう、それで広がって、そう、そう、そう、みたいな感じで言うわけですね。まるでですね、まあライブ配信でも言ったんですけども、まあヌードのですね、カメラマンさんがモデルさんを、まあその、肩紐外していってたんですね。なんか、あ、いいっすね、あ、その横顔いいですね、あ、じゃあちょっとなんかあの、足曲げてセクシーな感じ行きましょうかとですね。まあ、乗せていくわけです。いや、可愛いですね。わ、すごい綺麗とかですね。カメラマンさんがですね、乗せるかのように、そう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 、その雲さん、いいよいいよ、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 いいよってですね、ウォーって広がっていくようなイメージすると、なぜか周りの雲は残ってるんだけども、その雲だけがふわっと消えるっていうことがよくあるわけですよ。実際まあこういう感じでぜひやってみてほしいと思います。まあやる方法はですね、今言ったセオリー的にはそんな感じなんですけども、マインドセット的には、素直に、あ、雲消えるんだなと、Qさんの言う通りやったら雲消えるんだなっていうふうに、まあ、素直に認めて思うってことが大切なわけですね。で、ここで疑いの気持ちってあるとですね、その疑いの波動っていうのが、まあ、乗っかっちゃって、なかなか消えにくいとなります。ですので、その雲消しゲームっていうのは、実はそのスピリチュアル界隈の何か一つのゲームというよりはですね、
昔あの田舎部で少年少女がそうやって楽しんでたっていう話があったみたいですね。僕は子供の頃はそういう遊びはなかったんですけども、そういう遊びをしたっていう、まあその地方の少年少女がいたって話です。まあその少年少女はですね、あ、雲消えるんだよって言ったらですね、あ、そうなんだ、雲消えるんだってすごく素直に純粋に思うわけですね。そしてやってみると、あ、本当だ消えたっていうふうになるわけですよ。ただですね、大人になると、いや、雲なんか消えるわけねえよっていう疑いがやっぱ入ってしまうわけですね。でもそれでもなおですね、僕なんかやっぱり純粋な人間ですんで、実際滝の同士が、お、あれ見てみろよってですね、わーって消したのを見て、うわ、どうしよう、すごいっすねーって、今な見たんだろうと、だからお前にもできるぞって言われて、で俺もやってみたら本当にできたわけですね。で素直な気持ちですごく大切なわけですね。それで、おーおーおー、いいっすね、いいっすね、いいっすねっていう風にやると消えますんで、ぜひやってほしいなと思います。でここでですね、まあ僕はどちらかといったら、そのあんまりぶっ飛んだオカルティックな話ってのはちょっと距離をね、少し置いてるところがあるわけですよ。だから、まあちょっとね、今ね、純粋に素直にやりましょうと言いながら、まあ大人のですね、感覚で、このメカニズムを解釈すると、まあ二つぐらいあるなというふうに思うわけですよ。で、一つ目はですね、まあいわゆる文字通り自分の言葉とか想念がですね、雲に影響を与えるという話です。だからそのいわゆるその超能力とか念力って言ったら近いと思います。だからその超能力や念力をですね、否定することはもちろんできないんですね。だからといって、じゃあそうだというふうに客観的に認めることも難しいわけです。だからそれはちょっとはっきりわかりません。だからもし、いや俺には念力があるんだというふうに思ってやったらね、雲消えます。だけど一方でですね、なんか意地悪にしといて、じゃああの木を消してみろとかですね、あのコンクリートを消してみろとか言うと結構難しかったりするわけですね。だからその辺はその超能力っていいのか分かりませんけれども、その雲はやっぱ消えるんですよ。なんかね、うん、だから消えるように少なくともそれって思えるわけですよ。で、その、あ、消えたっていう感覚が、まあライブ配信で見たように、あ、そうか、私の想念とか思いっていうものはこの現実にものすごく影響を与えると、つまり私が創造主なんだっていうことに気づく、そういったエクササイズ、雲消しっていうのがあるわけなんですよね。ですので、あ、消えたなっていう感覚大切なんですけども、じゃあそのメカニズムとして果たして念力なのか、いや、こういう説明ができるかもしれない。量子力学的に観察すると、観測することによって対象に影響を与えるってですね、まあそれは量子力学の話はちょっとここでですね割愛しますけれども、実際その古典物理学と量子物理学の違いというのはですね、古典物理学は目に見える世界を対象するに対してですね、量子物理学というのはまあ目に見えない世界ですね。まあその光とか粒とかですね、我々がその肉眼で見えないような微細なその量子の世界の説明をする量子力学ってあるわけですよ。だから量子力学的にその観測者がですね、対象に影響を与える、つまり量子に影響を与えると同じように、雲やその水滴、水蒸気に影響を与えるという言い方できるかもしれない。ただですね、やっぱりその量子力学的にと言いながらも、雲は古典物理学の目に見える世界ですので、その量子力学云々という説明にもちょっとね、限界があるんじゃないかなと思います。ですんで、その一つ目の自分の思いとか想念とかですね、言霊が雲に影響を与えるかどうかっていうのは、僕にとってやっぱりその、カッコに入れるというか、ペンディングするとこなんですね。そうだというふうに断定もできないし、そうじゃないとも断定できない。だけども実際に雲が消えてる、いや、もっと言うと、雲が消えてるように自分としては信じることができるというところには必要いるわけです。で、もう一つ説明なんですよね。最初に言った言葉を思い出してほしいんですけども、はい、雲を消す前にですね、消えそうな雲を見つけるんです。で、この消えそうな雲っていうのがミソなんですけども、もしかしたらですよ、ちょっとロマンを壊すかもしれませんが、たくさん雲がある中で消えそうな雲っていうのは、もしかしたらそれを別にピンポイントで刺さなくっても、勝手に消えるかもしれないんですよ。つまり本当に消えそうな雲を見つけて、で、ほっといたら消えるものを自分が消したかのように錯覚してる可能性もあるわけですよ。もちろんこれに関しても、イエスノーは言えません。ただですね、ここで重要なのは、じゃあ本当に消えそうな雲を見つけるっていう、そこが大切なんですよね。いや、確かにですね、これドゥワーっていう雨雲みたいなんて、いや、なんか消えにくそうだなと思うんですね。でも一方で、青空が広がる中で、なんか羊さんみたいなですね、もこっとしたちっちゃな割と手頃な雲で、しかも近い雲だったら、消せそうな感じなんですね。あまり遠すぎると、なんか、想念が届かないなって感じなんですけども、割と自分に近いところだと、消せそうな感じなんですね。で、実際のなし、近いところの雲の方が消えやすいというか、いや、自然に消えていきやすいという、客観的な、法則もあるみたいなんですよ。ですんで、消えそうな雲を見つけてるから消えてるんだという説明は、どちらかというと科学的に納得できるかもしれません。ただ、先ほど言ったように、消えそうな雲、本当に消えそうな雲を見つける洗顔っていうことですね。つまり、
それをチョイスする選眼という、選ぶ目ですね。それを培うことが大切なんです。要はですね、あの雲消えそうだなと思って消える。消えそうだなと思って決める。これが大切なんですね。で、前どっかで言ってたと思うんですけども、今から水道をひねって水を出すというふうにアファーメーションしますと。で、ジャッとひねったら水が出てきます。それによって、俺の言霊、俺の想念とこの水道から水が出るっていうのが実際に一致しましたって、潜在意識的にはこれ当たり前の話なんだけれども、言霊や想念が対象、現実に影響を与えてるっていう、まあ、至極当たり前な話ではあるんだけども、潜在意識的にはそういうコンディショニングができるんだよ、というトレーニングですね。以前動画で紹介したと思いますけれども、それと同じような感じが、もっと高度な話だと思うんですけども、雲がこれ消えそうだなと思って、この雲消える、真っ先に消えるんだ、と、自分で思って、宣言して、そして消えてしまうとですね、なるほど、と。やっぱり自分の、アファーメーション、つまり、これ消しますというアファーメーションに効果があると、つまりそこに潜在意識的に自分の想念、思い、言霊は現実に影響を与えてるんだっていうコンディショニングにつながるわけなんですね。ですね、まとめますと、雲が消えるメカニズムっていうのは、いわゆるその念力超能力と言えるような自分の思いが現実にダイレクトに影響を与えてるという、これももちろんイエスともノーとも言えない考え方が一つですね。で、もう一つは、消えそうな雲を無意識にチョイスして、例えばそのモコッとしてるとか、他から離れてるとか、割と近いところにあるとかですね。消えそうな雲を自分で選んで、で、ほっといたら消えるってなるんだけども、だけどもそれは、念力とかそういうものがないにしてもですよ。俺はあの雲を消すんだっていう宣言、アファーメーションが実際に消えるということによって、潜在意識に自分の言霊、思いっていうものは現実と合致するんだっていうコンディショニングに繋がるわけなんですよ。したがって自分の潜在意識をトレーニングする、活性化する上ですごくいいエクササイズなんですよね。で、話をですね、48時間に戻しますけれども、48時間以内ですごいことが起こるんだ、起こりそうだなっていう、あの雲が消えそうだなと、全く同じようにですね、48時間にすげえことが起こるんだ、起こりそうだって言って過ごすわけですよ。そしたらですね、どんな些細なことでも、いいことがあったら、いいことじゃなくてもですよ、この、自分だってちょっと試練と思えるかもしれないけども、この試練のおかげで自分魂が磨かれ、より良きことに繋がるんだっていう、そういうことも含めて、すげえことが起こるんだ。実は起こりましたっていうことを確認するだけで潜在意識に、すごいコンディショニングができるわけですね。ですんで、先ほどのコメント欄を見るとですね、今回を動画をきっかけに、またまたすごいことを起こしたいと思いますという、その気持ちがめっちゃ大切なんですよ。だからそこで例えば、10円玉拾うかもしれませんし、友達から、なんかいい感じだねってふと言われるとかですね、なんか歩いてたらすごく気持ちよかったよねとか、なんかそういう支えることかもしれませんけども、48時間以内すごいこと起こるんだという期待、ね、その思いが小さなことであれ実現しました。それによって、やっぱり自分の思ってることっていうのは、その通りになるんだっていうコンディショニングにつながるわけですよ。で、その結果ですね、その2番目のコメントのようにですね、48時間動画見た翌日に、本当に奇跡みたいな出会いがあって、この度結婚しましたみたいな、いわゆる本当に望ましい、すごく大きなですね、人生レベルでも、とても大切な良いことを引き寄せることがあるわけですよ。積み重ねなんですね。だけども、こういうふうに思う人がいるんですね。全然すごいこと起きませんでした。起きませんでしたって、言っちゃうのはいいけどさ、それ言うことによって、潜在意識さんがそれと覚えてたらどうしますとですね。だから僕はこの48時間動画の正当性をここで主張したいわけじゃなくって、要はどのように役に立てるかっていうことの指南をしてるわけですね。ですんで、48時間にすごいこと起きますよって言って、些細なことで、それが起きた、やったーね、俺の思いっていうのが現実化するんだっていうふうに、前向きに捉えるか、自分が期待したいのはですね、1億円振り込まれるというふうに僕は期待してたんですかね。出てこないじゃないですか。この動画詐欺っすかっていうふうに、思ったら、この48時間どころか失敗するどころかですよ。僕に文句言っても何もね、いいことないわけですよ。失敗するどころか、自分の潜在意識に逆の情報がインプットされることがあるわけですよ。じゃあどっちがいいですかと。自分の思ってることが思ったままに現実化する世界と、自分が思ってる逆のことがその逆転現象が現実化する世界と、どっちがいいですか？選ぶのはあなたなんですよね。ということです。素直にやってやしょうということです。
というわけでですね、まあ僕にとってね、48回のすごいことは、まあライブ配信がすごく面白かったっていうことはすごくいいことですね。で、それによって僕のことを知ってもらった人もいるかもしれませんし、まあ実際ね、コメント欄見たらね、そういう人いらっしゃいました。ね。あ、これのライブ中継がたまたま流れてきて、見たらね、面白かったです、みたいなね、そういった反応もありましたんでですね、なんとなくやっぱり、先ほどの話に戻るんですけども、YouTube を始める前の Facebook のライブ中継をしてる時の感覚で、ね、こいつ面白いじゃんっていう感じですよね。あとは、YouTube 始めたばっかりでチャンネル登録がまだ全然少なくて、再生数も少ないんだけども、わずかながら、いや、すごく面白い動画ですね、って期待してますっていう声をいただいた、なんかその時の初心に戻ったような気持ちがですね、今、最近2、3日ですね、味わってるところなんですよ。ですね、まあ、今年は僕はですね、まあ、これから10年、12年ぐらいですかね、ボーナスステージに入るというふうに、まあ、その星の巡りからって、これはまあ、統計学的に言われると思うんですけども、まあ、入ってるらしいんですね。おそらくまあ、今度のですね、2月27日の誕生日48歳、まさに48時間ですげえこと起こりますというね、まあ、しばらく48時間動画続けたいなと思うぐらいなんだけども、48時間ね、動画で48時間すげえこと起こりますよという、文字通りその48歳になる27日ですね、しかも僕は昭和48歳、8年前ですんで、なんかね、いろんなシンクロがあるわけですよ。それぐらいからですね、僕はね、ブワーッとね、爆上がりすることを期待しておりますということで、きっとそうなることでしょう。はい。48歳になる日、2月27日、東京で48トークライブしますんで、まだですね、ちょっとお席ありますんで、よかったらご参加いただければ嬉しいかなと思います。その前日の2月26日はですね、まあ、神社の、作家であるですね、龍博士とオンラインのコラボありますんで、同じく概要欄にですね、案内してますんで、あ、それね、外国からでもどこからでも見れますんで、よかったら見てもらうと嬉しいかなと思います。まあ、台本とか何もなくてですね、まあ、龍博士といろいろ話す中で、どのようなその化学反応だったり、どのような新しい価値観が出るかっていうことを、まあ一緒にね、作っていきたいなっていう趣旨でオンラインの、ね、セミナーをやっていきたいと思っています。というわけで、48時間以内にすごいことが起きました祝福の舞ありがとうございました。